当選した、ヤヌコービチ候補2010年、ウクライナ大統領選挙は、2010年に、ウクライナで施行された、大統領選挙である。第1回の投票は2010年1月17日に、行われ、前首相で、地域党の党首であるビクトル・ヤヌコービチが1位、首相のユーリア・ティモシェンコが2位となった。同年2月7日に、決選投票が行われ、ヤヌコービチがティモシェンコに勝利した。 オレンジ革命後の2005年1月、ビクトル・ユシチェンコが第3回投票で第3代ウクライナ大統領に当選した。5年任期終了後、予定通り2010年1月17日に投票が行われた。18名が立候補し、同日夜に投票が締め切られて、開票作業がなされた。地域党のヤヌコービチが1位となったが、当選に必要な過半数に届かず、 決着は2位のティモシェンコとの間で行われる2月7日の決戦投票に持ち越されることになった。なお、現職のユシチェンコは支持を集められず5位に終わった。2月7日、全欧安保協力機構の国際監視団や北大西洋条約機構の監視団が見守る中、大統領選挙決戦投票が行われ、ヤヌコービチが勝利した。中央選挙管理委員会によると、 開票率96%の段階で、ヤヌコービチは48.3%、ティモシェンコは46.0%である。監視団は不正は行われなかったとの認識を示しているが、ティモシェンコの支持者は不正があったと主張している。2月10日、中央選挙管理委員会が発表した最終集計結果によると、ヤヌコービチの得票率は48.95%と、 対立候補のティモシェンコの45.47%を3.48%ポイント上回った。2月13日、決戦投票で敗北したティモシェンコはテレビを通じて演説し、証拠があり、裁判所に異議を申し立てると述べ、提訴する方針を明らかにし、2月16日、ウクライナ最高行政裁判所に提訴した。これを受けて2月17日、 最高行政裁判所は、中央戦艦のヤヌコービチの勝利認定に、ティモシェンコが異議を申し立てていたことに関して、ティモシェンコ側の主張を一部認め、審理終了まで当選認定の効力を一時停止することを決定した。しかし2月20日、ティモシェンコ側により訴えが取り下げられたため、ヤヌコービチの当選が確定した。ありがとうございます。